はい、こんにちは、タックでございます。前にですね、この用事で覚えてますでしょうか。幼児健常2っていうものをね、紹介したんですけども、またですね、送っていただきました。それがですね、こちら、幼児健常2でございます。なんと、同じものをですね、また送っていただきました。というのもですね、前にアップした動画、こんな話をしてました。それに向けてね、要望もちょっとね、言っておきたいと思います。まずね、色。これね、白しかないんですけども、やっぱりね、カラーバリエーションが欲しいね。せめて3色。欲を言えば5色。そうするとね、もっとこう、いろんなテーブルの雰囲気にね、合わせられるんじゃないかなと思います。別にこの、幼児健常のね、このに、ちょっとこだわんなくてもですね、もしくはね、こういう、カッティングシート、専用のカッティングシートがあればね、より楽しいかなと思います。ぜひね、次回、そんな仕様でお願いします。はい、このようなね、話をしてたんですけども、やってくれました。なんと、こんな感じの4種類のですね、カスタマイズできるシールを作ってくれました。すごくない？いやー、言ってみるもんですね。まあでもね、こうしてほしいっていう要望も言うのもレビューですからね。で、この要望をね、取り入れてくれる。嬉しいじゃないですか。で、なんだかね、朝日新聞さんにもね、取り上げられたみたいで、おめでとうございます。ってことでですね、もう紹介はしちゃってるんで、早速貼ってみたいと思います。はい、それではね、貼っていきたいと思います。で、このね、サイドの周りのね、シールの他に、ちゃんとね、この上蓋に貼るシール、これもね、はい、同じ柄のやつね、これも作ってくれたんですよ。ほら、前ね、こういう風に上もサイドもこんな風に貼ってるんでね、まあ、これをね、参考にしてくれたのかな。じゃあね、早速貼っていきたいんですけども、何にしよう。まあ、ウッド柄はですね、これは、まあ、前にね、これ貼ってるんで、ね。ちょっとこの和のウッドですね。定食屋さんにいいんじゃないでしょうか。で、こちらがね、ちょっと可愛い系ですね。チェックの、もんですけど、これはまだ、うちは違うかな。で、どっちにしよう。シルバーもいいけどね。石行ってみようか。この石の柄。これ見てわかるかな？ちゃんとね、ここ、切り込みが入ってるんですよ。これが、ここに来るんですよね。じゃあ行こうか。でもね、ちょっとね、これ、後ろ見てください。切れ目がないんですよ。ここにね、ペラペラペラっと剥がせるのがあって、そこをこう、ガイドにして貼るっていうのが一番貼りやすいと思うんですけども、ちょっとそれができないのかな。まずやってみようか。で、ここでね、一回切っちゃう。こういう風にね、切っちゃいます。で、ここで貼ります。よこんな感じでいいのかな。あ、ダメだ。あ、ちょっと難しいかも。あー、ちょっと難しいかもな、これやっぱり。よ、これギリギリなのかな。こんな感じか。空気も抜けました。はい。ちょっとずれてる感があるけど、大丈夫か、これぐらい。いいよね。うん、もう少しこれがね、貼りやすいと嬉しい。大丈夫かな？ちょっとはみ出んねんな。結構これ、びっちり、ピタッと。難しいな。よ、いいかな？てる感じがするけど、まあ大丈夫でしょう。はい、よし、空気抜いて、よし、まあ、これぐらいが許容範囲だよね。やっぱりね、ここね、切り込みがあって、ここにね、切り込みがあって、ちょうどこのここのところね、
そこで合わせられるとなおいいかな。あ、ただね、空気も抜けやすい感じになってます。まあ、ちょっと要望言っちゃうけども、もっとたくさん種類があった方がいいかな。金とか、あとちょっとね、あの iPhone カラーみたいなのもいいと思います。で、それ別にね、別売りでもいいんですよね。1万100円とか200円とか、それでもね、なんかいろいろこう選べた方がいいのかなと思います。はい。で、どうしても空気が入っちゃってるような時は、はい、ちょっと切り込みを入れると、はい、 OK。 こんな感じ。ちょっとね、ここが見えるかな、ちょっとここが気になるけど、まあ許容範囲でしょう。はい、こんな感じになりました。うん、いいんじゃないですかね。そして蓋もこれね、貼ります。これもぴったりサイズなのかな。あ、ちょっとやっぱ斜めってるな。上から貼ればいいのか。あ、貼りにくくなっちゃった。こっから決めればいいのかな。あんまりやっちゃうと貼れなくなっちゃうかな。はい、どうしてもね、撮りながらね、撮影しながらだと難しいですね。こんなんでいいだろう。はい、できました。いかがでしょうか。はい、こういう感じ。今ちょっとね、電池入れてないんですけどもね。はい、こんな感じで、あ、いいね。うん、いやー、でもね、こんなに早くこの要望を取り入れてくれるなんてね、嬉しいですね。資料もやっぱかっこいいな。まあ、だからね、この本体プラスお好みのシールでお好きに使ってくださいっていうのもね、いいんじゃないでしょうかね。こんな感じでございますね。はい、とりあえず完成です。はい、いかがでしたでしょうか。で、昔さ、あの、まあ、今もあります iMac、 これ発売当初ね、まだパソコンのカラーバリエーションってそんなになかったんですよ。まあ、今もね、そんな数機種しかないかもしれないんですけども、やっぱりカラーなどね、バリエーションを増やすと購買欲が湧く。で、さらにこうやってね、飽きたらというかね、置く場所が変わったら、それぞれね、それぞれに合うパターンに変えられる。その分だけね、やっぱこれ活躍する場所がね、増えるってことだと思います。はい、ということで、こういうのはね、4種類のシールがついた幼児拳銃2、いかがでしたでしょうか。次回、幼児拳銃3はですね、ぜひ内蔵バッテリーね、 USB 充電、これをぜひね、取り入れてほしい。で、もっとね、スタイリッシュなね、形の方がいいと思います。入る本数よりも おしゃれな形っていうのかな、うん、その方がね、もっと売れるんじゃないかというふうに思いました。はい、気になる方はね、下の概要欄の方にリンク貼ってきますんで、ぜひともチェックしてみてください。ということで、まだ